がとうございます。 EL 業者の横田山の横田山であります。これより横田山の山田いたします。社長は横田山の CM を並んだお会いして、どうぞよろしくお願いします。はじめに教授の名前いたします。横田山では旅行客車の先頭が5号車、1番後ろが1号車になります。お手洗いは2号車と2号車と3号車、4号車になります。次に停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の真ん中には10時4分の到着です。後ろには10時25分、駐車場の他には10時49分の到着です。この時から横田までの1時間2分29.7キロの下を利用して通行です。列車をお願いいたします。窓から手や顔が見えません。例えばまた窓枠に10秒から下げますと、列車の揺れなので倒れる場合の場合は十分お気をつけください。本日この列車を使用しようと見立っております。電気会社は464型、ご視聴ありがとうございました。この車の運転を発表しました。これが本日は群馬県出身の女優、内田彩さんによる群馬県特別放送もございます。ぜひお楽しみください。それから、予定客と予定をお楽しみください。
住民、昭和15年に製造され、1972年、昭和47年まで32年間活躍しました。引退後は、労役金の5ヶ月後半に生産保存に使われておりましたが、1908年、昭和63年に労災保存の病気当社として復活しました。復活から30年、今も上空を駆け上げ力強く走行中です。
ボブが抜かれたね。こちらトロ。ボブが短い。ご案内いたします。安中の発車は10時12分です。発車2分前でございます。ご注意ください。お待たせいたしました。
TL 群馬横川号の横川行き、まもなく発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。
Thank you.
ご注意ください。残り電車が近くなっておりますので、乗り換えお客様以外は車内でお待ちください。ご注意ください。なので、ドアは駅に着きますと自動になりますので、それではお待ちください。また、車両とお船の間が広く空いております。ご車の乗のお客様は、お車の途中を伝えてお待ちください。お出口は左側になります。まもなく、ストレッチに戻ります。
宇宙船の本日から直線話に行くことの横川であります。横川の町は軽井沢に向けて宇宙船の宇宙船の船の船を直線話に行くことを直線内閣に観測後は最初は宇宙船内閣として専用の機関車が東京駅の長野市新幹線、現在の北陸新幹線開業を終了し、宇都宮市の町の最初まで終了しました。長野市は北陸新幹線が変わるたびに、東京駅の一番の技術が変わります。現在では、レザーアートの通称、長野町を南海岸の中央町線と内線を利用したということでございます。横田駅の阪神町の北の一部は発掘地と呼ばれた線路を大空を進めるので、どんな形か発掘地ではありません。次は北京町で発掘地と北京の町に住む横田を進めます。
聴いただき、誠にありがとうございます。 SL レゴメ作出版文化祭30周年記念アンバサダーの詳しくは JR 北陸支社ホームページを
所帯の武道館にお立ちいたします。ご審議会の歴史と特徴の町所帯の武道館にお立ちいたします。その際は武道館駅のイベントと向かいの向こうの分の武道館駅の隣のイベントについてもご案内いたします。武道館の限定ではございますが、13時45分頃から武道館駅3番線向こうの前で3番線の東京また今日、昨日撮影を行います。また、お帰りのお世話では子供たちと最初の放送対象を行います。放送対象につきましては駐車場の様子まで、こちらのお客様は13時45分1時45分にお帰りの前でお越しお待ちください。この子供車は本日届けられますが、お客様がおりますと電話を全て先渡します。お帰りの予想の分の横川号の乗車は13時45分からとなりますので、お荷物などおかれませんようお願いいたします。どうぞご協力お願いいたします。では駅につきますと、これで指導になりますので、ちょっとお開けておいてください。でまた車両とホームの間、広く空いているところもあります。お子さんの全部お客様は、お子様と手をつないでおります。お到着いたしますホームは3番線、お出口は左側です。また、翌日の先、ハイザルの番号をご利用いたしたは駅の改札を出られまして、左側に乗り換えます。ご覧いたしました、今日は SL 群馬横川号をご乗車しました。 EL 群馬横川号をご乗車いたしまして、本当にありがとうございました。ご覧いたしました車掌は高崎ユニットアナリト、ご参加の先もどうぞお気をつけてください。ご乗車ありがとうございました。終点の横川に到着です。